3番手には4番福岡112回生内村マウルです。3着2着と今季まだ勝ち星はありませんが力があります。4番の内村です。この後ろが人気の中心、3番の石井貴子、初日は2コーナー、そして昨日は早めの1コーナー過ぎからのまくりで2連勝です。この3番石井貴子の後ろを回っていく作戦で7番の長崎の高橋智恵、高橋は5着3着の勝ち上がりです。そして5番の小林理子は6番手のポジション、昨日勝利を挙げた6番林真奈美は現在最高峰の位置取りです。3番手の4番内村が少し茶間を切るような作戦に出ますが、まだ後続の選手の動きはありませんが、さあ最高峰の6番林真奈美から、仕掛ける体勢を取ります。同じく福岡4番内村がこれを見て先に踏みました。さあ最終ホーム4番内村真織が先頭に上がって6番の林真奈美、展開上福岡両者の連携で前固めとなります。3番の石井貴子は現在3番手のアウトあたり、そのインコースに1番高橋千佳がいますが、5番の小林力はさっと3番の石井の後ろに入るような感じになります。さあ福岡勢の逃げ、石井は現在3番手、1番の高橋千佳と並走、番手まくれを打ちます6番林真奈美、その後ろから3番石井貴子、5番の小林力子とさあ追走を見せまして、人気の選手が前を固めた。先頭は6番車の林真奈美、これを3番石井貴子直線勝負で追い込んでくるが、さあ6番の林も粘り込んで、しかし3番の石井が若干捉えたか。3番6番5番です。